皆さんこんにちは、リナオクマです。今日はですね、皆さんに伝えたいことがあって動画を回しております。私が最近ちょっと気づいたことというか感じたことについてなんですけど、単刀直入に言うと、痩せたいと思っている人が多すぎる。まあ最近始まったことではないので今更って感じる方もいるかもしれないんですけど、やっぱりこう SNS が普及してきている中、本当に痩せたいとか痩せているとか細いイコール美みたいな定義が広まりすぎてて、なかなかその健康について考えられている人が少ないんじゃないかなって最近つくづく感じております。まあ、私はね、このフィットネス YouTuber っていう仕事をですね、もうかれこれ4年ぐらいやっているんですけれども、その中で、まあ、楽しくね、自宅でも自分の自重だけでトレーニングできるっていうエクササイズをですね、皆さんと一緒にできたらいいなと思って動画を上げているわけなんですけれども、その中にはね、もちろん全く今までトレーニングとか、自分でエクササイズをしてこなかった人が YouTube を開いて一緒にやってみたら楽しくて、もうここ何年も続いてますとか、それこそ理想な体型になってきましたとか、痩せるが全てじゃない、自分でトレーニングをするようになってより健康に目覚めましたとかね、いろんな言葉をいただくので、動画を作っていて良かったなと思うことがたくさんあるんですけれども、その中でもやっぱり一番よく見かけるのは、どうしたら痩せれますかとか、どうしたら足細くなりますか、お腹の脂肪落ちますか、腕細くなりますか、あとはこれやって痩せましたとか、体重が何キロ減りましたとかね、もちろん嬉しい報告だったりとか、やっぱりみんなが悩む内容ではあると思うんですけど、そこばっかりに集中しすぎてしまって、一番大切な、本来人間として生きていく上で一番大切なこと、エクササイズを通してできることの本来の意味が見失われつつあるんではないかなということに、私は最近気づき始めて、これをどうにかして変えていきたいと思い始めました。もっとストレートに言うと、健康第一をどうやったら多くの人たちが素直に受け入れられるか。もちろん健康が一番いいってことは頭で分かっていても、やっぱりどうしても痩せたいとかね、細いくなりたい、細いがいいみたいな概念が、そういう社会とか風習が強すぎて、なかなかこう自分が分かってても芯で受け入れられないっていう人がまだたくさんいると思います。私もね、やっぱり心のどこかでは、太ってるよりは細い方がいいのかなとか、今日はちょっと食べ過ぎちゃったから明日は抑えなきゃなみたいな罪悪感からトレーニングし始めたりとか、罪悪感で食事制限をしちゃったりっていうのは過去にたくさんありました。今でもたまにそういうふうに思ってしまうことは本当によくあるんですけれども、そういう時こそやっぱり私は本来何が一番大切なのかっていうのを自分自身に語りかけるっていうことを最近訓練しております。そしてそれをぜひ皆さんにもですね、実践していただきたい。きっとこういう考え方とか発信をする人が増えるだけでも、痩せるという概念にとらわれすぎてしまっている人たち、苦しんでいる人たちを少しでも救えるかもしれないと思ったので、この度ですね、私は自分の体型を、しっかりと晒す Vlog を始めることにしました。今までね、エクササイズ、ピラティスだったりとか有酸素運動だったりとか、タクトレ動画などを私はメインに、YouTube に上げてきて、基本は皆さんが一緒に見て、トレーニングしてくださるっていうスタイルの動画をポンポンポンと上げてきたんですけど、私がこの体型、今ある体型になるまでにどういうことをしているのかとか、もちろんそれは食事だったりとか、普段の自分でやるトレーニングだったりとか、生活スタイルっていうのもやっぱり気になる方はいてくださると思うし、それをまた見るだけでね、モチベーションにつながったりとかする場合もあるかなと思ったので、少しずつですけれども、私のこうなんか体の変化とか普段やっていることなどを少し、お見せできるような Vlog を出していこうと思います。この動画の中には私の今の体型を、表示するシーンもあるんですけれども、私ね、基本は体重とか、体脂肪率とかいうのあんまりこだわっていません。ぶっちゃけそう、ボディビルダーとかいうわけではないので、何キロまで落とさなきゃいけないとか、体脂肪率いくつまでにしなきゃいけないっていう規定とかは自分の中では全く定めてなくて、だから家にも体重計は置いていません。私の中で一番大切なのは、数字とか見た目にこだわるよりも自分自身で、あ、今健康だなって感じれることが大切だと思っているので、そこに一番フォーカスをしています。やっぱりさ、寝て次の日朝起きた時とかさ、あ、今日ちょっと体だるいなとか、あんたに、あ、今日ちょっと目覚めいいかもとか、体動くなとかっていうのはやっぱり自分が一番わかるはずなので、そこ、自分のその感覚とか直感を大切にできるような生活スタイルを私も目指していきます。なのでその過程、プロセスをですね、皆さんと一緒に共有していきたいなと思います。
まずね、私の1日のスケジュール的なものを軽く紹介していくと、ここ実はもう知ってる方は知ってると思うんですけど、私は3年間ぐらいインターミテッドファスティング、16時間ファスティングっていうのをずっとかれこれ続けています。ただそんなにそれもそのなんか時間に超シビアになるというよりは、こうなんか体の調子を見つつゆるくファスティングしています。なので朝起きてからだいたい最初の食事はお昼の12時前後が多いです。で、一番最初に食べるものを飲むものはスムージーです。基本はね、朝プロテインスムージーを作って飲んでいます。朝つっても、まあ、大体最初の食事なんですけど、このね、きな粉とねチョコレートのプロテインの組み合わせの味がすごく私は好きで、最近ハマっております。あとね、あのオートミールを入れる理由はもうただただ食感が好きだから。飲む感じジュースみたいな感じにしてもいいんですけど、なんかね、私はちょっとこういう食感があった方が歯ごたえがあるっていうか、食べてる感じがあるから入れております。そのままだいたいいつもね、午後の2時ぐらいまでは結構オフィスワークをしているので、動き出すのはその後なんですけど、それも本当に日によって異なってきます。私がやっているビークルオンラインサロンでのライブ配信がある時だったり、またピラナスオンラインレッスンの実際のレッスンがある日は結構がっつりトレーニングをしますし、あとはそれ以外にも私はアリゾナで K-POP のダンスワークショップを教えているので、そのワークショップがある日はめちゃくちゃ有酸素運動が入ります。だいたい2時間ぐらいガーッと動く有酸素運動が入るので、それ以外の日は結構トレーニングを重点的にやって、筋肉とか脂肪分が落ちすぎないように、保っております。 OK, here's the camera now. というわけで最初は着替えていきたいと思います。今もねちょっと髪の毛を巻き巻きして、化粧もして、アクセサリーもして、準備満タンになったのでトレーニングウェアに着替えていきます。今日は上はスポブラレアマカハワイというハワイのブランドです。で、下はちょっと全部映ってないけど、HTFU っていう、多分アメリカかなのブランドなんですけど、めっちゃねフィットして、しかも日本にはないような柄というか、いろんなこうストリートな感じでペイントがされているパンツです。あのね、自分のトレーニングをするときも私は結構ウェアを着ます。なんでかっていうと気分が上がるから。なんでかね、あのトレーニングをするときとか、本当に私一ついつもモチベーションが上がらないときとかに気をつけてるてかやってることがあって、一つは音楽を聴くことなんですけど、もう一つはちゃんとこうやってきっちりとウェアを着てトレーニングするぞっていうコンディションに自分を持っていくことを行っています。まあ別にあの着なくてもねできなくはないんですけど、やっぱりなんかこう着た方がしっくりくるというか、なんかね気が引き締まるから、そう、あの自分のトレーニングをするときもこうやってちゃんとウェアを着て髪の毛も結んでガチでやります。はい、今日もね主にお腹とお尻を鍛えていきます。ちなみになんですけど、トレーニングをするだいたい20分ぐらい、2、30分ぐらい前からこういう EAA を私は飲んでいます。キスアミノ酸なんですけど、これはネイチャーカンっていう、ブランドのものです。これをね飲むことによってトレーニングをし始めた時の筋肉分解を防いだりとか、あとは少しなんか元気になるので、よりトレーニング中もこうスタミナ切れずに乗り越えられたりとか乗り切れたりとかします。ちなみにね、今の、体型を公開します。上半身は本当にこんな感じ。今ねお腹はちょっとご飯食べた後っていうのもあって、そんなに超腹筋線がくっきり入ってるわけでもないんですけど、まあこんな感じですね。はい、ここから見るとお腹ふふってリラックスしたらぽっこり出るし、逆にキュッて締めたらへっこみます。下半身はちょっと今日は長ズボン入っちゃってるけど、もうちょっと膝上のお肉を少し落としたいのと、このハムストリングのプリプリ感をグッと引き締めていきたい。あとはお尻ですね。そう、ヒップアップももっとちゃんとできるように、最近は欠かさず鍛えております。背中はこんな感じ。どう？というわけでこの体をですね、7月8月に向けて少し引き締めて、もうちょっと筋肉アップをしていきたいと思います。
しなんかトレーニングとかが本当に好きじゃなくて、ただ体を健康にしていきたいっていうのであれば、それこそ自分が好きなスポーツで体を動かすっていうのも一つの手だなと思っております。こんな快晴でめっちゃ天気もいいんだけど、唯一のネックというか大変なところはですね、今日は多分もう40何度以上あって、外に出るだけで汗が出てくるという。 OK Quick Japanese lesson, repeat after me. Alright. マジアチー。マジアチー。 That was actually really good. Yeah, right. ゲットマジでね、本当に前ももとかあのもも裏めっちゃいいトレーニングになる。なんか常にこうちょっと膝を曲げてバランスをとってるから、あのそう前もものいいトレーニングになるし、あとなんだろう、私はね足首がちょっと硬いのかな、なんか終わった後結構すねが筋肉痛になったりとかします。なんかいいトレーニングよ。 It's a huge drink. I'm gonna compare it to my face. It's like literally same size as my face. Do you remember the Japanese that I told you guys? マジアチ。私は結構自重のトレーニングが好きなので、あんまりジムとかには行ったりしないんですけど、逆にこういう自重でトレーニングしたりとか、ちょっと重りをつけて負荷を与えたりするっていうトレーニングもしますし、あとはもう今日みたいにローラースケートをして結構がっつり前ももを鍛えたりとか、ダンスもするし、アリゾナにこっち来てからめちゃくちゃハイキングに目覚めたんですけど、っていうのもすごくなんかハイキングがメジャーな場所なので、いっぱい山とかがあって、だから週末にハイキングに行くこともあるし、でハイキングって結構なんかあの日本のハイキングと多分違って、一応こうなんか道はあるんですけど、マジでこうなんか手使って登るみたいな、ロッククライミングかみたいなやつもあったりするので、ぜーぜーするし、足もめっちゃ鍛えられるし、意外と次の日ね、なんかお尻とか前ももとか筋肉痛になったりする時もあるので、そういう感じでね、なんか自分が好きなこととか自然に触れたりとか続けられるもので体を健康なものにしていくっていうのはすごくすごくいい手だなと思っております。冒頭にも言ったように痩せることが全てではないし、結構運動しなかったりとか宅トレしなかった日に結構罪悪感を感じてしまう人もいたりしてるんですけど、私の中では1日や2日トレーニングしたからって体はすぐ変わるわけではないし、逆に1日や2日スキップしてしまったからといって体がいきなりこう太ったりとかボテーっとしてしまうっていうわけでもないので、どちらかというと1ヶ月3ヶ月また1年何年もかけてコツ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 継続的に続けていって体を作ることが一番やっぱり健康にとって大切なことなので、一人できない日があっても自分を追い詰めないようにしてあげてください。というわけでね、今回は私は皆さんに伝えたいことがあって軽く Vlog 形式な感じで動画を回してみましたが、今後も私ももう少しね筋肉を増やしていくのがすごく今年の目標なので、その体の変化を皆さんにもお見せしつつ、私が普段どんな感じで体を鍛えているのか、どんな食事をとっているのか、どんな方法で健康を目指しているのかっていうのをこれからどんどんお見せしていきたいと思います。なのでぜひいいねボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ぜひ皆さんの中でもこういう動画見たいよとかっていうリクエストがあれば、ぜひコメント欄の方で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。